どうもマイズです。ニックです。今日はですね、いつものアジア人のグループとマッスルですね。はい、ちょっとね、人数今日10人ぐらいいるんですけども、まずバイクの方ね、R3、R1、ZRX、これスピードトリプルかな、ストリートトリプルか、スピードトリプルで FZ10 で XSR、忍者400、ZX6R で、ホーネット600で R3 ですね。はい、一応ね、まあみんなでまたこれからブラッドマウンテンの方に上がっていこうかというところです。はい、まあ今日はこんだけおったら僕は先頭走らなくていいでしょうね。こういう時はまっすぐの気分を味わいたいって感じですよね。うん、いやいや、じゃあそうしたらね、そんな形でいきますかね。 No, you just do it away. Okay, I go pass it in a middle.Yeah, take it out. Follow me, you'll get lost. No, no, not gonna be lost, man. I follow you, man. よし。そしたら、じゃあそしたらね、今から行きたいと思います。それだ。はい。いや、またやっぱり、あれですね。僕が、リーダーみたいですね。さあ、ツーリングは始まりましたけども、ですね、またバックミラーを見ないとまっすぐ気分が味わえないというね、マス2なソロ2ですけども、行きましょうか。じゃあまたね、これ、まあ、下道をね、僕が淡々と先頭走ってるのも、全然つまんない映像になるんで、またブラッドマウンテンのふもとまでワープしたいと思います。またかよ、いつも同じ映像やっけって感じやけど、まあしゃあないですね。もうめっちゃ後ろ気になるっちゅうね。しっかりついてこいよ。いや、こうやって見ると壮観ですよね。うん。いいね。まあでもこの秋の季節はあれですね。お巡りさんが多いんで気をつけて走らないと。特にグルーヴが目立つんでね。まあまあこの道ではね、まあ、そんなスピードも出せないんで、まあ、問題ないかとは思いますけども、はい、まあとりあえずね、まあ、こんな感じでとりあえずまあ、いつもと同じ感じになっちゃいますけども、ブラッドマウンテンの、山の麓まではちょっと、飛ばしたいと思います。
それじゃあまた後でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。はい、いつもの場所に到着しました。はい、ちょっとここでね、まあ、後ろみんなついてきてると思うんですけど、まあまあ、人数がね、いかんせん多いんで、ちょっとここで止まって待ってみましょう。あ、生きてるこれ。Hey, hey, Johnson. Oh, I think they already open, so we better to move over there, though. Huh? They already open. They open? Yeah, they open. So maybe we better just park over there. If you don't, we go eat. Oh, okay. Yeah. Okay, okay. さあ、ちょっとね、みんなとまた山上がっていきたいと思いますけども、一応ね、あそこのね、お店の前にね、バイク止めようかと思ったんですけどね、もうお店も空いてるし、で、まあ、ご飯も食べへんのに前でね、ガシャガシャ止まってたら、営業妨害になるんで、僕はまあこっちに止めたんですけども、まあそんな感じで、とりあえずこれから走っていく感じなんでね、まあまたここからおしゃべりなしの走行動画になっちゃいますけども、まあまあこんだけいたらね、まあそんなに速いペースでは走れないし、まあいつもぐらいの感じで軽く行こうと思います。はい。